P は、古代エジプト第25王朝の初代ファラオ。クシュ王国の王としては三代目にあたる。すでに父タの代から、ヌビア王家は上エジプトの支配を確立していた。対して、下エジプトは、タニスの第22王朝、レオントポリスの第23王朝、サイスの第24王朝に加え、ヘラクレオポリスのニムロとヘルモポリスのペフチャウアバステとの五勢力が乱立する。 状態にあった。P は、かつての偉大だった王国の惨状を憂いて、旧宗四国の秩序とアメン神の権威を立て直すために、エジプトへの遠征を決意したという。また、当時すでに上エジプトには、ヌビアに、忠実な地方支配者が、幾人もおり、これらの諸公が、敵の攻撃を受けて、救援依頼をしてきたのも、大きな理由だった。ノピアンきは、 軍勢を率いて北上し、まずエジプトのアメン信仰の中心テーベを抵抗を受けることもなく占領した。そこで、ピアンキは、アメン神に捧げる宗教儀式を行うとともに、自分の妹であるアメンイルディス一世を、当時のアメンの聖妻シェプエンウェペト一世の幼女にし、その後継者とした。これによって、テーベのアメン神官団対するコントロールを強めた。これに対して、 第24王朝のテフナクト一世は、ヘルモポリスのニムロトラ4勢力の連合を結成して、P に対抗した。北部の連合軍は、早々にヌビア側についたヘラクレオポリスを包囲し、ペフチャウアバスケトの要請に応える形で、P も出兵、戦いはヌビアの勝利に終わり、テフナクトは兵を退いた。後世に転じたヌビア軍は、 ゲエジプトの入り口に当たることメンフィスに迫った。テフナクト一世はメンフィスに8000人の兵士を配置して防御に当たらせた。一方メンフィスを包囲したピアンキは水上から都市を落とすことを画策した。ヌビア軍はナイル川各地の船を挑発すると、それを使って川を横断して市内に侵入しメンフィスを陥落させることに成功した。その直後、 第23王朝のユプト2世は、王子らと共に、ピアンキに降伏し、彼の庇護下で治療の統治権を維持する道を選んだ。イエジプトに入ったピアンキは、ラー信仰の中心都市であるヘリオポリスに進軍し、そこでラー神に捧げる儀式を取り行った。ヘリオポリス神中から間もなく、第22王朝のオソルコン4世も降伏して、ユプトと同じようにピアンキの進化となった。 残ったテフナクトはデルタ地域に逃れ、抵抗を続けたが、間もなく、真珠の意志を伝える手紙を送った。この一連の出来事を伝える、勝利の秘文に、ピアンキ王の治世、第21年という年号があることから、この遠征は、紀元前728年頃、あるいはその前後に行われたものであると、考えられている。勝利が確定するとピアンキは降伏した、王。 および修行たちから莫大な献上品を受け取り、勝ち誇って本拠地ナパタへと帰還した。そしてナパタのゲベルバルカルの聖域で新たな大規模な建築活動を取り行い、新王国時代にエジプトによって建てられた神殿を改修、拡張してその意向を示した。しかし、ヌビア軍が引き上げた後、第十四王朝のテフナクト一世は中世の誓いを破って独立。 ゲエジプト全域を支配下に置いた。この判断がピアン機能存命中に鎮圧されることはなく、テフナクトが紀元前720年頃死去した後は、息子の爆炎ネフが第24王朝に受け継がれた。P は紀元前716年に没した。エジプトの統一は後を継いだ弟のシャバカの代に達成されることになる。ありがとうございます。